本当に驚いたこれならおもちゃも全部配りきれる。夜が明けるまでに終わらせようと大わらはそうしてクリスマスの朝どのお家でも目を覚ました小僧はみんな大喜びでお城でも お妃のセレストがそれぞれのお部屋をちらっと覗くとポムは靴下を逆さにフロールはお人形をあやしアレクサンドルはベッドで飛び跳ねながら大声とっても素敵なクリスマスクリスマスー アチュールゼフィルポムフロールアレクサンドルみんなこんなにキラキラ輝くそれこそ美しいモミの木を生まれて初めて目にしました。